こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日は、ふんわり立体感に見える眉毛の描き方をやってみました。やっぱりポイントは赤のアイシャドウを使うことです。赤のアイシャドウを使うことによって本当に柔らかな印象に見えてくれますので、眉毛の描き方でお困りの方はぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。はじめにフェイスパウダーをつけていきます。ブラシにパウダーを取り、眉全体に軽くのせて肌をサラサラにしておきます。そのことでノリと持ちが良くなります。パウダーを使います。中央の色をブラシに取り、眉頭にのせていきます。眉頭が離れていると目力が少なくなってしまうので、しっかりと色をのせていきます。細い方のブラシに同じく真ん中の色で眉毛の真ん中の下の部分に色を足していきます。細い方のブラシで濃い色を取ります。眉尻は眉頭より下がらないように横に平行気味に色をのせていきます。スクリューブラシを使って眉毛をカットしていきます。まずはじめに眉頭からやっていきます。眉頭はブラシを下から上にすくうようにコームを入れて、上にはみ出た部分をカットしていきます。次に眉毛の中間部分は毛流れが下に向かって生えているので、次はブラシを上から下に溶かします。こちらも下にはみ出た部分をカットしていきます。次に眉尻も上から下にブラシを入れてはみ出た部分をカットします。シェーバーを使って産毛をカットしていきます。シェーバーも上から下にカットしていきます。眉毛の下の部分は皮膚を引っ張りながらすると綺麗に剃れるので、持ち上げて取っていきます。眉毛をカットで整えたら、細い方のブラシで真ん中の色を取り、下の部分に色を足していきます。上に足すのではなく下で形を整えていきます。赤みのあるアイシャドウを使っていきます。こちらの色をブラシに取り、眉毛の中央の下の部分に色を入れていきます。そうすることによってふんわりとまろやかな印象にしてくれます。眉マスカラを使います。眉尻から眉頭に向かってのせていきます。毛流れに逆らってつけると綺麗に色がついてくれます。眉頭の部分は下から上に毛を立たせる感じでのせていきます。指を使って鼻の方になじませて完成です。
Thank you.